サボってると街の人が見てて、うん、それが報告いくんですよ。違いだ。そうです。なので誰がどこで見てるか分かんないんで、うん、水下岸の抑えのギリギリ。今回のゲストは渡辺大吾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。最近このパターンが多くて、はい、はい、最後また誰か紹介してってね。あ、そういう番組形式ですね。そうそうそう、はい、鈴木のりおくんに誰かいないかしたら、そうそう、渡辺大吾どうですかって言われて、はい、今何してるんですか。今はですね、僕は2019年にプロサッカー選手に対したんですけど、その後代理の仕事と、はいはい、あとは元アスリートとか体育会学生のキャリアや就活の支援のお仕事をやらさせてもらってます。はい、結構難しいことやってるね。まあ、ちょっとお湯後で話をいろいろ聞かせてください。はい。じゃあ、はい。よろしくお願いします。ここで。お酒は飲むんですか？お酒は引退してから結構飲むようになりましたね、付き合いで。あ、はい、まあ、代理人の仕事してればいろんな人と会うっていうことかもしれない。あ、そうですね。あとは知り合いの方と飲みに行ったりとか、うん、食事行くときに必ずアルコール入るみたいなことも増えましたし。まあ選手の時だったらなんか、まあ、気をつけるのもそうだし、はい、いやちょっと今日やめてきますみたいな断り方できるけど、はい、やめてたらあんまりね。そうです、断る理由がないので、ね。はい、奥さんは飲む？妻も飲みますね。で、家で飲んだり？そうですね、はい、家で一緒に飲んだりとかはないですね。うちもがっつり家で2人飲んだり。ああ、いいですね。そうか。でも今は関東に住んでいて、はい、で引退はしたら最後はどこだ？最後は、蒲田生まれ3期でした。お、はい、結構移籍してるよね。そうですね、僕は高校卒業して最初京都に入ったんですけど、はいはいはい、その後アルディージャに移籍をして、うん、アルディージャの後に韓国に行ったんですよ。あ、そう、はい、プサンっていうところなんですけど、プサンアイパークに半年間行って、はい、その後3期で2年半ですね。4チームまた歩きました。韓国行っちゃったからなんか俺の中ではちょっと消息が不明だったな。なるほど、うん、3歳みたいなみたいな。出身は長崎？出身長崎です。国見だもんね。そうです。で、今いくつ？今36ですね。今年7になります。一回りしたか。あ、ちょうど一回りしたですね。ネズミ年です。ネズミ年です。国見高校か、まあ、国見伝説はいろいろね、はい、あると思いますけど、はい、で、出身も完全じゃもう長崎。そうです。ではい、目の前がもう高校でしたね、国見高校。あ、もう地元なんだ。地元です。中学も国見中。そうです。その環境はすごいね。はい、なのでもう物心ついた時から本当にサッカーボール蹴ってて、うん、で兄弟が3人いて、はいはい、僕長男で弟が2人いるんですけど、田舎なのでお家の庭が結構広くて、ね、3人でボール蹴ったりとか、まあ、野球やったりとかしてたんですけど、土日になると高校生がみんな遠征に行っちゃうので、ああ、こっそりグラウンドに入って勝手にボール蹴ってるっていう、はい、感じでしたね。でも国見町だっけ、町は国見町。国見町です。はい、まあ、もう国見高校でね、完全名を上げたというか、ね、続きも言ってた、地元に相当貢献してるっていう。そうですね、はい、完全地元なんだ。それはでもやるわな、サッカー。そうですね。鈴木の奥さんのビビなんだよね。あ、そうなんですか。そうそうそう。じゃあ学生の時から。じゃないかな。そうですよね。うん、だから年に1回2回とか国見に、あ、うん、帰る理由があるらしい。そうですね。なんか僕もまだ20代前半の時にシーズンオフお正月に長崎帰ったんですけど、その地元の先輩とか仲間でやっぱサッカーやるんですけど、うんうん、そこに鈴木さん取られてました。いた。なんで鈴木さんいるんだろうなって思ってたんですけど、うん、多分そういう理由ですね。多分そうだもんね。まあ、奈良の人間だけど、はい、ね、奥様がっていうことで、そうなんですよっていうか、そうなんだよ。はい、その時は多分鈴木さんと応援したのは初めてだったかもしれないです。あの地元でやったのは僕は。続きがいくつなの？41とか42ぐらいだった。そうですね、結構上ですね。いや、もう全然はあるね。はい、大久保は？吉田さんは2つ上ですね。なので被ってるんです。めんどくさいな、じゃあ。いや、そんなことなかったですよ。あ、じゃあ選手権優勝してるんだ。出たの、ジェリー？出てないです、ジェリーの時は。はい。あ、国見で1年間出るって相当だよね。そうですね、ハードル高かったですね。
めちゃくちゃすごかったですね。でも中学校も国見中だったら、もうなんか中高一貫みたいな感じなんでしょ。そうですね、はい。小峰先生が見てるわけでしょ。はい、小峰先生の教え子さんが中学校の監督とかコーチやられてるんで、指導とかは本当に似てるなっていう感じですし、国見中で結構優秀なやつはもう国見高校行けみたいな感じの流れですね。行ったことないし、わかんないけど、多分独特な街の雰囲気があるんだろうなっていうのは。めちゃくちゃ田舎ですよ。でもあれですね、たぬきうどんって聞いたことありますか。うん、名前は聞いたことある。坂でしょ。そうです、うんうん、行って帰ってくるのに10キロかかるんですけど、サボってると街の人が見てて、うん、それが報告行くんですよ。知らないんだ。そうです。なので誰がどこで見てるかわかんないんで、うん、ちゃんと走んなきゃいけないですし、U ターンとかしてるところをバレると本当に恐ろしいんで怖くてできないですね。なるほどね。はい、街を上げて、うん、まだ守られる感じがするよね。そうですね。同級生は誰。同級生は今広島でやってる柴崎康生と、あと FC 今治にいる園田拓也って選手と、もう引退しちゃったんですけど、他には牧勇樹で、駒沢から出した人と、後藤氏、牧野。そうです、牧さんの後藤です。え、彼は国見なの。そうなんですよ、熊本出身なんですけど。ああ、そうだよね、牧はそうだもんね、お兄ちゃんは。そうです、牧さんは大津で、はいはい、弟の勇気の方は国見なんだ。そうです。すごい、同級生そんな J リーガーになってるわけでしょ。はい、で、あと2人いますね。松橋で、早稲田から大分行って甲府に引退したんですけど、でもう一人繋がる。松橋力蔵じゃないよね。力蔵さんではない。じゃあ国見高校以外行こうと思わなかった。僕が中2の時ですかね、東福岡が、うんうん、帝京と冬の選手権をやったんです。同時優勝じゃねえや、あの雪の日だ。そうです、うん、東が勝ったんですけど、うん、なんかそれがすごく鮮明に焼き付けられて、はいはい、卒業したら東に行きたいなっては思ってた時期がちょっとありました。うん、まあ、それ福岡だし。そうです、近いんで、うん、この東ってのは私立で頭いいんですよ。そうだよね。なのでそこから塾に通い出して、へー、まあ、じゃあ行く気になったんだ。行く気に、はい、なってましたね、うん、で行く頃にFC 東京とかでバリバリだった徳永雄平さん、はいはいはい、雄平さんが中学校の1個目の先輩で、すごく当時仲良くて、雄平さんと一緒に東行こうぜって話をしてたんですよ。ああ、そしたら雄平さんが中学校卒業して東じゃなくて国見に入ったんで、まあ、多分俺も国見なのかなと思って、でそのままもう国見になりましたね。なので他の選択肢もちょっとありましたけど、夏のインターハイが終わった後ぐらいに高校で練習してたんですけど、小峰先生ともう一人コーチの方がおられたんですよ。山野孝之さんって NHK の山野さん、山野さん、山野さんが関西弁のね。そうです、うん、国見のコーチされてたんですけど、山野さんがなんか大吾ちょっと話あるから後で寮の教官室来いって言われたんですよ、うん、でまた怒られるのかなと言ったら、教官室怒られるか。そうです、うん、当時京都の GM と教官部の方が来られて、うん、で話をいただいて来年うちに来てくれるので、僕もそれがすごく嬉しくて、はいはい、でその時は一回持ち帰ってしっかり考えてって言われたんですけど、もう心の中で自分が決まってて、ね、で親にも実はさって言って今日話をして、でその1週間後かわかんないですけれども、大悟どうやってそのもう一回やるのかによって、いや僕はもう今日来ますって決めて、で仮契約してたんですね。大学に行こうとは思ってなかったです。あ、そう、はい、あ、じゃあもう J リーグどこでもいいから行こう。そうですね、当時は J1 と、まあ、J2 までしかなかったんですけど、うん、やっぱ J1 に行きたかったんですけど、そう、ね、もう J リーグしか考えてなかったんですよ。あ、そうなんだ、はい、全学年ですかね、なんか定期的に進路基本調査っていうのがあるんですよ、うん、進学か就職かを選んでください、はい、でそれクラスが変わってきたりとか。そうです、うん、で基本的にサッカー部のみんなは進学の方に行くんですね、うん、でスポーツ推薦とかで行けるので、うん、で僕はずっと就職だったんですよ。で先生たちは、うん、なんで大悟就職なんだと、進学の方に行けってずっと言われてたんですけど、で僕はもう就職で J リーガーになりますっていうのをずっと言ってて、多分それを小峰先生が多分見てくれてたので、
なのでその京都からオファーが来た時に話してくれたと思うんですよね。その後もなんかもう京都行ったんですよ。もうその後はないのか分かんないのか分かんなかったですね。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。